上信電鉄線見えてきましたね。下仁田方面から高崎方面に来る電車ですね。この長い烏川の陸橋を渡って今ですね、佐野の渡し駅の方へ到着となります。Hey guys, thank you for watching my this video. This is Sekidai, your connect speaking. 皆さんこんにちは。英語車掌の Sekidai です。今日はですね、上信電鉄の佐野の渡し駅というところに来ております。これは高崎駅から下仁田方面に2つ来た駅となります。今回はですね、この佐野の渡し駅から使えるフレーズの方をシェアしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、佐野の渡し駅に来ています。こちらがですね、下仁田方面ですね。でまた反対側、こちらが高崎方面となります。で、まあ、今後ろにですね、新幹線の高架橋見えているんですけども、近くを新幹線も走っております。でかなりですね、直線が綺麗ですね。本当に遠くまで見渡せるこの烏川の陸橋となります。ぜひですね、ここの場所にも来ていただければ、この素晴らしい景色がですね、実感できるかなと思いますので、もし興味のある方は来てみてください。はい、今回ですね、現場では上州空風の影響で強い風が吹いておりまして、一時的に屋内の方へ避難してきましたけれども、今回紹介するフレーズは、ここから2つ目の駅ですよですとか、ここから3つ目の駅ですよということを案内したい時に使えるフレーズとなります。前々回の動画では、ここから5分です、10分ですというフレーズをやってきましたけれども、それとは別に、ここから2つ目の駅ですよですとか、ここから3つ目の駅ですよということをシェアしていきたいと思います。実際にフレーズの方なんですけども、2つ目の駅ですよ、ここから2つ目の駅ですよという場合は、 It two stops from here. It two stops from here. そして3つ目の駅ですよという場合は、 It's three stops from hereIt's three stops from here. このようになります。ここで2つ目の駅ですとか3つ目の駅というのは複数形ですので、最後には S がつきます。ですので、 It's two stops from here ですとか、 It's three stops from here というように最後に S をつけてください。はい、今日はですね、 It's two stops from here ですとか、 It's three stops from here ということをやってきました。ここから2つ目の駅ですよ、3つ目の駅ですよということを伝えるためには、このフレーズをぜひ使ってみてください。引き続きですね、チャンネル登録とですね、 Twitter の方のフォローをお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイ。